15分くらいですと黒猫マークのドライバー降り積もった埃まで全部全部かき集めて段ボールの中だいたい同じ毎日といつの間にやら5年間狭すぎるユニットバスから渦巻き電気コンロまで愛着で溢れた思い出ばっかさらば写真たちひたすらに遠くなってゆく日々やどうしてこんなにも美しいんだろうか振り返るいつか東京貧乏一人暮らし青春みたいで段ボール あ、そうか もう戻れやしないんだな ここには気だるいアナウンス声のいつもの廃品回収車僕一人かけていなくったって変わらずそこにあるのはこの街の毎日です、無情にも仕事が素早い黒猫マークのお兄さんいつの間にすっからかんになってまた誰かがここに来るのをまた待っているのかい思い出ばっかさらば愛しのマイルムーニーマン8を出て行きます光がない ラララララ